なんかふざけてやってるのかなと思ったら頑張ってめちゃくちゃ頑張ってやってるんで、うん、やりたいかなと思って来ましたね。俺今回実はやりたい相手がおって、慶之助さんっすね。お前マジで言ってんの？はい、はい、僕はアウトサイダー、まあ、初期を担ってきた、まあ、日本柱の一つである、まあ、萩原さんを、まあ、落としたと思ってます。で、あと一本落としたらなんか俺のアウトサイダーのなんか自分の中でのけじめが一つ終わるかなと思ってて、で俺はライジン目指してて、まあ、そこを超えるためにも、まあ、慶之助さんとやらせていただけたらなって思ってます。いや別にやっても川島くんとかの方が面白いと思っちゃうんですよね、俺的にはね。うん、さあちょっと自分は同じひな壇にいるんですけど、やっぱり今一番強いと思うのは自分が飯田選手だと思うので、もしそうですね、数字的な面ではちょっと劣るものがあると思いますが、戦いには自分は絶対的な自信があって、まあそうですね、まあ、まだ少ないんですけど視聴者の方でも、飯田選手とどっちが強いんだって声が多いので、ちょっと飯田選手にちょっとメリットがあるかわからないんですけど、まあやらせていただけるなら今日来る誰よりも、いい殴り合いができるのかなって思ってますね。飯田さんはどうでした？そんなにですか？任せます。じゃあ試合決定しますか？すいません、お願いします。ジョリー君とテル君ってどっちが強いんですか？はっきり言って僕です。ジョリー君の方が強いですか？はい。じゃあいいですか、慶之助選手。わかりました。じゃあ試合決定しますか？はい、はい。スポーツを100倍楽しむならBBET。対戦結果を予想して当てろ。BBET ならスポーツベッティングでもっと熱くなれる。今なら新規登録するだけで無料でベットができる。ブレイキングダウンの他にも様々なスポーツを展開中。あなたは誰にベットする？信頼度、満足度、注目度ナンバーワンの BBET に今すぐ登録。